番氷室志郎 3.39、 2番木村恭平 3.39、 3番山本道夫 3.34、 4番中村博明 3.34。1番氷室志郎山陽ハンデゼロ、2番木村恭平伊勢崎ハンデゼロ、3番山本スタート5秒前3秒前、4レース予選競争スタートしました。ゼロのスタートは1番の氷室が好スタート、10戦からは4番中村博明トップスタート、20戦は8番の松山が先に行きます。7番手からのスタートになります。1番氷室の逃げですが、内から3番山本道夫もうかわして先頭に立ちました。1番人気の山本先頭です。2番手交代、1番氷室、その後ろ2番の木村恭平、ゼロ戦前3者です。4番の中村博明が内から今3番手、そして2番手まで上がろうかというところです。抜け出した3番山本道夫、早くも独走の体勢か。2番手上がってきた4番中村、3番手交代、1番氷室です。この後ろ2番の木村恭平、6番今田は内、外に5番の林、最終判で2人、8番の松山、7番の柴田はまだ後方です。先頭3番山本道夫、リードは3車身から4車身、それを追っている4番中村博明、3番手は1番氷室です。最終判前はまだ後方で苦しい展開です。レースは残り半分3周回です。3番山本道夫リード変わりません。4番中村がそれを追っていますが、ここで一気に差を詰めてきた。2車身のほどの差、3番手は1番氷室が粘っています。2番の木村恭平、そして内から6番の今田という体勢です。前者、後方で落車、柴田健二と5番の林が落車となっています。後方で落車がありました。レースは残り半分3周回です。先頭は3番の山本道夫ですが、赤旗が振られました。赤旗が振られました。不成立となります。お客様に申し上げます。この第4レースは落車事故のため、公正安全なレース続行不可能と認め、実施規則により競争不成立といたします。このような事故のため、お客様の皆様に大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。